パワーというか言葉では表せないっていうか、すごい人がつけるような番号だと思います。チームの顔の番号ですし、まあ、誰もが憧れる番号なので、どのチームよりもこの帝京長岡の14番っていうのは価値があるものだと思います。今フロンターレにいる小塚和樹選手ぐらいから、本当に重みというか、その価値というものが出始めてきたのかなっていうふうには感じます。自分が小学5年生の時に小塚くんが14番をつけて活躍したんですけど、憧れというかもらえるのかなっていうのは思ってました。これをもらったからにはやっぱり活躍しないといけないですし、まあ、期待されてたのも分かってましたし、その気持ちに応えれればなっていうのは思いました。鉄がつけてたっていうのもあるんですけど、憧れでもありました。鉄にはなれないと思ってたんで、自分らしくチームを引っ張っていこうっていうふうに思ってました。伝統ある番号ですし、まあ、重みはあるんですけど、この学年に14番らしいっていうか、ふさわしい選手が自分の中ではいないなって感じていて、まあ、友達とかにお前なんじゃないみたいな感じで言われてたんですけど、まあ、さすがに自分ディフェンスですしみたいな。うちの今年の14番っていうことで言うと、まあ、セレにユニフォームを託して、公式の背番号を渡された時に14番で、まあ、最初は驚きっていうのが強かったですし、まあ、自分なんかがっていう気持ちが一番強くて、セレから僕聞いたんですよ、今年14番やばいって。まあ、波のプレーじゃいけないというか、チームに一つ飛び抜けた選手じゃないとつけれない番号だと自分は思ったんで、まあ、そういう部分ではとても不安がいっぱいでした。もう一歩踏み出した場所にあと1秒先にある未来。まあ、セレが14番つけるって聞いて、自分の中では納得しました。セレが見えますし、まあ、そこは納得します。チームに一番必要な存在がつける番号だと思ってるんで、まあ、それが一番セレかなと思います。口には発しないですけど、熱いプレイヤーです。光沢の14番は声だったり、まあ、私生活の部分で曲がった性格とかを、まあ、正してくれましたし、プレーでも一番間近で支えてもらって、鉄平のまあ14番はうまさというか、プレーで見せるというか、練習から肌で感じてました。去年の県の決勝で内側の靭帯の損傷で、まあ、一度は治ったんですけど、復帰して次に半月板損傷って感じです。正直、まあ、あんまり重い怪我だと思ってなくて、まあ、その後も少しやれるかなって思ってやっていて、その後 MRI 取って、まあ、すぐ手術ってなったんで、まあ、急にやっていたサッカーがなくなって、プレーできないっていうのが一番辛いと僕は思うんで、その先を見据えながらやっぱりリハビリしてほしいなと。復帰までの姿勢っていう部分は周りに模範となるような行動をしているので、もう体つきとかも全然変わってきてるんで、そこはすごいなと思ってます。不安しかなかったんですけど、まあ、なったことはしょうがないですし、ポジティブに捉えてこの期間は体づくりに専念しようと思いました。自分にとっては無駄じゃなかった時間だったと思います。もうきっと出会えないほどの仲間とまだ走りたいから、歴史に残らない瞬間だとしても、鉄平とコータスが書いてくれたそうなんで、ありがとうございます。もう一歩踏み出した場所にあと1秒先にある未来に、みんなの思いを背負ってつける番号なので、まあ、本当に責任を持ってプレーしてほしいなと思います。悔い残らないようにやってほしいんですけど、負けちゃったら結局悔い残っちゃうんで、 いくらやりきっててもだから日本一取ってほしい。プロ決まったじゃないですか。僕には分からないこうプレッシャーとか責任とかもあるんですけど、いい意味でそれを感じて思いっきり
忘れらしくプレーしてほしいなって思います。私もここが OB であるんですけども、やっぱり次世代にこう憧れを持ち続けれるような人物であってほしいなっていう形で思います。全国優勝っていうのは必ずしないと、この14番をつけさせてくれた意味がないので、最低限全国優勝っていうものを取って来年につなげたいなと思います。